今が旬のいちご、紅ほっぺ。このうち重さが通常の3倍から4倍以上あるものがデカほっぺと呼ばれています。県内有数のいちごの産地、岡崎市と幸田町で栽培されたデカほっぺ34点が出品されたデカほっぺグランプリが今日開催されました。審査の基準は色や大きさ、そして一番重要なのは見た目のインパクトで、県の職員らが審査し、グランプリに2つが選ばれました。岡崎市の浅井直之さんのデカほっぺは艶があって色づきが良く、先端が広がったインパクトがある形です。そして蝶が羽を広げたようなデカほっぺは幸田町の成瀬俊弘さんが栽培したもので、最重量171グラムでした。